ウニ好き？好きです。贅沢する？え、いいっすか？しよっか。いいんすか？オッケー。まあでも亀梨君最近頑張ってますもんね。もういただこう。はい、ということで、はい、到着。今日お借りしてるスタジオにカメラありがとうございます。いいえ。目黒君が荷物を持ってくれてます。今日俺もよいしょ。いや楽しみですね。一人でしたか？目黒デートなので使っていいよ。密会なので使っていいよ。密会密会なので使っていいよ。亀梨と密会なので使っていいよ。3人どうぞどうぞ。到着。これスリッパ履いてください。おーい、よいしょ。よいしょ。なんか良くない？めっちゃいい雰囲気ですね。そうなの。こっち入れちゃおうか。はい、ドン。え、すごっ。ちょっともう時間ないからさ。キッチンすごっ。すごいよね。めっちゃいい。さあ、ということで到着しましたんで、はい、ご飯食べましょうという。はい。まあ、買い出し終わりましたね。終わりました。これこれ写して。結構贅沢な、はい、買い物でしたね。買った。まずこれを出そう。で、これエプロン。もし、あ、ありがとうございます。俺はね、持ってきたんだ。え、自前？自前持ってきた。家で。すげえ。急遽あれだったの。ちょっと洗濯もしてない。まあ、うわ、かっこいい自前。揃えてたの。すごいっすね。これかな。マジで使ってるやつですね。マジで使ってる。さあ、食材出そう。よっ。戦利品です。我々の。普段でも料理は、さっきも言ったけど、そんなしょっちゅうではない。例えば夜9時とかぐらいに家に帰れるときは、なんかスーパー寄って帰ったりとかしますね。目だバレないの？あ、もう普通に行きますよ。さら俺とかサイズ感的になんか一般的だからあれだけど。お前さ、サイズ感的にやっぱさ、ちょっとさ目立つじゃん。でも普通に買って、でも軽くですよ。もう本当男飯みたいな、うんうん、超簡単なやつだけ作るみたいな。一人暮らしは結構長い？長いですね。うん、割と洗濯とかも、はい、しますし。俺洗濯とかの洗剤とかやっぱ好きなんだ。この間さ、はい、洗濯ネットと柔軟剤新しいの、はいはい、インスタの広告で見つけて、はい、買ったのが届くのが今すごい楽しみなんだ。小さな幸せ。そう、オーガニックの洗濯ネット結構いい値段してよ。1800円ぐらいしちゃう。ということで、うわ、贅沢。すげえ。ということで早速調理スタートしたいと思います。よし、お願いします。ちょっとシャンパンを買ったんだけど、はい、ありがとうございます。さあ、2006年の、はい、開けます。お願いします。おお。亀梨君、大体でも料理家とかで作るとき飲みながら作ってますよね。飲むときは。でも今、昔と違って俺、はい、お芝居の前の日ってお酒飲まないんだ。ああ、そうなんですね。そう、だから最近全然飲んでない。この前も飲んでなかったっす、ね、そうなんです。ちょっと本当は氷をね入れて飲むもんじゃないんだけど、ちょっと冷えるまで一杯。ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ、え、何？大丈夫です。グッて今上がる。背伸びしてない。いや、ぶち上げてない。背伸びしてない。このキッチンの台はいいことに。ということで、はい、まあ、僕の個人のチャンネルの一発目のゲストということで、はい、今日はお越しいただきました。ありがとうございます。マドラマもお疲れ様です。あ、お疲れ様です。そのままデビューおめでとうございます。ありがとうございます。4年経っちゃいました。うわ、すげえ嬉しい、ね、じゃあ改めて、はい、乾杯。乾杯です。ありがとうございます。おめでとうございます。 YouTube。 ありがとうございます。はいですね、いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。美味しい。ちょっとじゃあまず前菜から作っていきますよ。はい。これも家で結構やるんだ、そのチーズが手に入ると。あ、そうなんですね、うん、いや、もううまそうだもんな。そうなの、もうこれだけでいいのよ。でもこうやりながらちょっとお話しよう。はい。ファインボーイズ。あ、そうですね。うん、宇宙シックス、はい、の時、亀梨くんのソロコンについて、うん、で、亀梨くんと出会って、うん、で、その時にその亀梨くんもうそのモデルやった方がいいよお前みたいな、うん、言った、覚えてることを言ってくれて、実際にファインボーイズのモデルになれた時に、うんうん、その亀梨くんに報告した時のことめっちゃ覚えてて、僕、はいはい、その一緒にハンモック乗ってたんですよ、うん、その亀梨くん家のハンモックになんか揺られながら、うん、僕は亀梨くんにその
ファインボーイズのモデルが決まりましたってことを報告したんですよ、うん、したら亀梨君がめちゃくちゃ嬉しそうな笑顔で、うん、だから言っただろうってだろうって言ったんですよ、うん、で俺結構それが忘れられなくて、うん、でその時めっちゃ嬉しかったんですよ、うん、あそんなに喜んでくれるんだとか嬉しいよ。でなんかそのファインボーイズを今もなんかこう頑張って続けてるんですけど。もう今もやってんだ偉いね、うん、何年もう結構経ちますね。4年ぐらい経ちますかね。いや本当なんだろう、こうやってスターになってもさ、なんか自分の縁があったりさ、育ててくれた場所ってやっぱ大事にしたいよ。そうですね、大事ですね。無名に近かった僕を使ってくれるっていう、うん、なんかありがたさが今もありますね。ファインボーイズが決まった時にちょうどカトゥーンさんのライブについてたんですよ。そうか、カトゥーンもついてくれてたのその後ね、はい、確か覚えてるわ。朝いつも俺がこうやってマイクとかつけに行こうとすると、はい、お前が来て亀梨君スタンプ真似しました。はいはいはい、そう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 。あのスタンプ言ってたね、のあのツアーですね、うん、でちょうどタイミングですよね、決まったのと、うん、カトゥーンさんのツアーに出てるタイミングが重なって、うん、MC で決まりましたと発表しちゃえばって言ってくださって、うんうんうん、でカトゥーンさんの MC で言ったんですよ。そっか、それで俺がそうか言えよって言ったのか。はい、なんかすごいタイミングがすごかったなって。だそういった意味で今回のこれもそうだけどさ、やっぱご縁があるんだよ。いやありがたいです本当に。俺ってで言うとさ、はい、俺友達ある友達たちからメメシって呼ばれてた。メメシ、メメに使命の使なんかって呼ばれてたんですか。そう、うん、亀梨ってもう亀梨じゃん、はい、大概あだ名がもう亀ちゃんかみたいになってくるわけね。そうですね、まあでなんかって言うとメメシって呼ばれたんですか。ジャイアンツの坂本くんとかは、はい、じゃあ梨くんにしようよみたいな、違うあだ名が欲しがる友人がたまに出てくるわけ、ね、なるほどなるほど。その中の一部でメメシっていうのがあったの。はい、なメメってなんか自分の相性の一個でもあったんだけど、はい、もうお前がギュンギュンお前のものにしてってメメシのイメージ本当ないですけどね、亀梨君。まあ俺にね、やっぱお前らはね、亀梨君はやっぱ亀の方取りますもんね。うん、そうなの、亀の方取るの。ちょっと簡単だけどちょっとつまみながら、うわうまそうということで1品目正面ところで、はい、1品目できました。できた。これをちょっとつまみながら、立ち食いになっちゃいますけど、つまみながら料理していきましょうかね。ありがとうございます。はい、いいっすか。これもうパンと、ここモッツァレラみたいになってるからここも食べれるんで、ここじゃあ僕ガンっていきますよ。うぅうぇー、すげえ。4つぐらいに割っちゃうか、その半分みたいな。すげえ、うまそう。いいなぁ。うわ、その結び目もちょっとカットしちゃって、おしゃれ。いいっすか、も食べれる。最うまいわこれ。でちょっと生ハムもちょっと塩味があるから絡めて、少なめにしてるから、はい、お好みでいきましょうか。いただきます。いただきます。そうだよね、ファインボーイズあってありましたよ。でも本当よかったよな。いきます。うまっうまっ。早くね。でも早うまいよね。うま。口に入れた瞬間うまいよね。塩味うま。うん。でもどう？どうなの？僕は不思議でしょうがないです。そのまさか亀梨君と二人で、うんうん、その画面に映ることがあるっていう。初めてじゃない？初めてですね。だよね。はい、二人きりって。亀梨君は伊達のみたいな。はい、俺別に伊達のじゃないから。いやでも伊達さんは専属亀梨じゃないから。いやいや特別枠なんで、やっぱりその例えばこう亀梨くんのところに挨拶行こうってなった時に、うん、じゃあ伊達さん先頭でみたいな、そういうのがあるの。そういうのありますね。確かに先輩の楽屋に挨拶行く時誰先頭で行くかあるよね。いやありました。あるあるある。スマップとか行く時とかやっぱ亀おはようございますってこう関係性がちょっとこうある人が先頭で行くと、拓也くんとかがいいっす。うん、何見てくれんの、はい、とかミスってないかね。いやいや、ミスってない、もう分かってます。モノマネですめちゃくちゃモノマネしてるなと思いました。本人の前でもやったことあります爆笑してた。今これ何を作ってるんですか。これはマッシュルームの前菜。前菜アプタイザー。
最近俺このヘンプシーオイルっていうのハマってて。どこら辺がいいんですかそれは。なんか体にいいっぽいよ。あ、体にいいんですねちょっとアバウト、超アバウト。なんか体にいいっぽいよ。なんなら逆に言うと、なんならあのジャケ買い、このデザイン可愛くてジャケ買いです。あ、そういうことか、なるほど。結構すんのよジャケ買い、俺いろんなもの。え、やっぱり初見は見た目ですか。大事で、これにちょっと。あ、それ亀梨君が言ってたやつじゃないですか。そう、おすすめのトリフォイルで、トリフジオ。ちょっと味ちょっと似てくるけど、まあでもこっちはトリフをメインに。キノコとキノコだからね、合わないわけがない、ね、いい。亀津キッチンはい、二品目じゃん。うわ、すげえ、うまそう。お酒が進むよ。なんか嬉しいな、目黒とこうやってお酒飲めんの久しぶりだよね。あと僕、あ、そうだ、あのお酒飲むところを出たことないです、うん、ありがとう。いいの、お酒。俺のチャンネルでこんな貴重な姿。いや、なんかちょっと恥ずかしいです、だから冷えてんじゃん、もう一回。じゃあ頑張る。うん、でもさ、この間実はもう本当何日か前にこの YouTube オファーさせてもらった時にさ、はい、めちゃくちゃいい話してくれたんだよお前。今回 YouTube なんで始めるのかってちょっと説明したじゃん。俺は亀梨和也を一回ちょっと見つめ直す、はいはいはい、取り戻すみたいな。おっしゃってましたね。つった時にさ、僕は一視聴者として亀梨君にって話をしてくれたじゃん、いろいろ。あ、そうですね。なんかいいなと思って。若い頃って圧倒的俺が先輩だなんだけど、年齢も経験も、はいはい、こうやってさデビューとかしてさ、はい、いろいろ経験積んで目黒蓮っていう立場を構築していったわけじゃない、目黒も、はい、だからお前からのなんかそういう僕はこう思うっていう話とかってすごくね。マジですか。あの俺のとって刺激になったよ。嬉しいです。なんか時間ってこういうことなんだなと思った。時間が経って先輩後輩の関係ってこっちからめちゃくちゃもらえるものもすごいあるというか。でも亀梨君はやっぱりその僕喋ると手止まっちゃうんですけど、いいですか。ちょっと食べて。もう1個のことしかできないんで、2つ同時にマシュル食べて。いただきます。いただきます。うん、おいしい。うまい。うまいでしょ。うわ、なんかシンプルだけどめちゃくちゃうまいです。うまいよこれ。俺さ、パリのレストランで20歳ぐらいの時にパリ一人旅したのよ。向こうで知り合いの結婚式があったんだけど、はいはい、の時に行ったレストランがあって、そこで初めて生のこうマッシュルームの食べたんだ。そこからもずっと自分のなんか定番の、そこで食べた味なんですねこれは。まあ、完璧に再現ってわけじゃないんだけど、方向性としては。めっちゃ美味しいです俺インスタ始めたんでしょ。あ、始めました。もうすぐフォロワーとか抜かれんながら、もういや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 、俺もいい時にやってればな。どういうことですか、いい時にやってればな。んかデビュー当時とか分かんないです。でもなんか亀梨くんの強みってそこっすよね。どこどこなん。いや、その亀梨和也が結構強みじゃないですか。それさ、この間さ、凌介、山田、ジャンプの凌介とかゆうとにも言われたんだよね。で、俺としては別に自分がさ、そんないいもんだと思って生きてないからさ。でもなんかこう、YouTube もそうですけど、いろんなことにこうチャレンジされてるじゃないですか今も。嬉しいよこうやってさ、自分がなんか一個ギア上げて新しいちょっとリスクのあることをやろうっていうってなった時に、お前らみたいなこういう後輩がさ動いてくれるわけじゃん。なんかこっちからちょっといいとかってあまりさ、はい、言わなくてもさ、出ます出ますとか言ってくれたりするわけじゃん、はい、それはすごい嬉しいよ。なんかいくつになっても勝負してる亀梨くんっていうのが僕はやっぱかっこいいなって思います。でもいなきゃな、それが多分あまりない、ちょっとできてなかったこの5、6年なんだ、本当に。ファンに対して申し訳ないなと思うんだけど。いや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 、でもそう、嬉しいよ、なんか、今日とかも。まあ、普段こうやって家でやってることでもあるけどさ、はい、お前らと一緒に。はい、こうやってある種、オフィシャルでさ、はい、なかったじゃん。そうですね、全く多分、僕は全然、亀梨君の話をどこかでするとかはありましたけどね。だから俺から話すことってさ、あまり正直言うと、これまでな、あまり好きじゃなかったから、はい、誰々と会いました、遊びました、うん、でもお前らがさ、言っていいですかっていうことに関しては全然言っていいよと思ってはいたりとかして。だって亀梨くん、なんか前僕が一回、うん、なんかバラエティ番組で
先輩から何かもらったものみたいな、うん、覚えてる。そういうのがもう一切なくて、うん、やばい、ない、このアンケートどうやって答えようって思って亀梨君に相談したらあ、じゃあこれ持ってけよって言って、俺は仕事前にお前のいる現場行ったもん。そうですね、わざわざ来てくださって、何がいいっすこれでいいっつってな、はい、でネックレスをこれじゃあこれやるよって言ってくれて、僕はそのトークができたっていうめちゃくちゃいい先輩。そんな先輩ですよそんな先輩ですよ、亀梨君。それ持つとあんま決まらないです、はい、3品目ドン、うお、しらすのアヒージョ、いい、うまそう。あったかいうちに食べたいですね、これ。俺でも猫舌だからもうちょい待つよ猫舌じゃない、僕もう全然あの口の中やけどしてもいっちゃうタイプ。いっちゃっていいですか。めちゃくちゃ熱いよこれ、手で超熱い、手でいい、超熱いから、熱いよ、絶対熱い。夫婦して、はい、もちろん夫婦はします。熱いよ、お前ほんと熱いよ、油だからこれ、うん、うまい、うーん、モテる、俺モテる、うん、めちゃめちゃモテます。あ、チョコってうま、ガーリック、まあまあまあ、ちょっとモテる話させてくれ。ガーリックうまっ、ガーリックうまい、よかったよかったモテる話がんばって、いや大丈夫です大丈夫です。モテるって何なの、お前のがモテんだろ絶対。20何歳、いやいや26ですよ。かぁ、楽しいね楽しいよ、26歳、俺も37だよ。いや、かっこいい、かっこいい。俺、自分のイメージはもうちょい早く結婚して子供いたよ。結婚願望はあるんですか。ずっとあるよ、うん、いつか、そりゃ子育てというかさ。子供好きですか。めっちゃ好き、うん、すごい好き。親戚とか兄弟は俺男4人だからさ、はい、めっこ一個めちゃくちゃいいの、うち多分8人ぐらいいるよ。あ、多いっすね。そうか、でもそうっすね、結婚だって一番上のめっこがもうだって19とかだよ。チュッチュニーチュッチュニーって言ってた子が19歳ですか。19歳だよ。ラウール20歳ですよ。ほぼほぼ一緒だよ、ほぼほぼラウールってこと。うちのめっこラウールって、ラウールってことですか。わかりやすちょっと、はい、すいません、パスミーでグラス、ありがとうございます。このシャンパンめちゃくちゃ美味しくない？美味しい。俺がいつもドラマ終わったりとか記念の時に開ける、はい、あれなんですね、そのドラマとか終わったら飲んだりするやつなの。やんないの。じゃあワンクール終わったら贅沢って何？目黒蓮のワンクール終わりとか、大きい仕事終わった後の贅沢。静かなところに行ってます。静かなところに行く。メモっていいですか今時モテる男子は俺はやっぱちょっと昭和なのよ。しゃあみんなで騒ぐかみたいな、飯食い行くぞってなっちゃうんだけど。逆かもしれないです、それ言ったらのがモテるってことね。いやいや、別にモテるかわかんないですけど、このこれも昭和でしょだって一回り以上違うんだよ。え、お前何年？97年。はい、7年。俺98年にアイドル会社入ってるから、会社入ったのが9 10年です、ね、2010年。はい、だって俺が国選2005年だもん。サッカーとか一生懸命やりながら見てました、ね、サッカー選手になりたいって言ってたね。はい、これはもうこのままでいいよね。はい、いや、めっちゃ美味しそうっすね。もうカルパッチョでいい、オリーブオイル。うまそう。ちょっと早見くんばりにオリーブオイルを使う男みたいになってるけど。でもオリーブオイルってうまいっすよね、まあ、使うんだ俺も結構。これね、ちょっとからしとかちょっと味変欲しかったね、ごめんな。大体同じような味になっちゃって。いやいやいや、全然。でも逆に言うと塩とオリーブオイルで楽しむってことは食材をの素材を楽しむみたいなことでもあるから、うん、いい素材って何もしなくていいね。はい、うまそう。何品目？ 1,2,3,4 品目？どう？もろんかけていただきます。うまいっすよね。うま。ニンニクいいっすよね。これも簡単でしょ？そうっすね。今俺さ、実はこれをオープンで話すの初めてなんだけど、海の近くに実家を建てまして。はいはいはい。実家を移動したのよ。はい。で、シラスとか結構豊富で。なるほど。そう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 。いや、美味しいね。いいっすね。